こんにちは、ヤヒロです。今回は、ボールとの間の合わせ方っていうテーマで、お話をしていきます。これ言いますね。2回打ったんですけども、2回ちょっと変えました。何を変えたのかなと思って、もう分かんなかったらもう1回巻き戻して1回見た方がいいんじゃないかなと思うんですけども、フォアハンド、今ですね、僕がお伝えしているのが、両手でターンをし、テイクバック完了して、ドッグパッドを作って、打球っていう、1、2、3、4っていうのがあるとして、その上で、ボールとの、間の合わせ方っていうのを意識したいですよね。間の合わせ方っていうのはどういうことかというと、もし2秒後にボールをするんだったら、2秒間かけてスイングをしてほしい。要は、どっかが早くて、どっかが止まって、どっかが遅い、どっか早いとかじゃなくて、できる限り、ずっと同じスピードで振ってる状態にしてるんです。で、その上で、ライジングショットと、普通のショット。いや、ボールが地面について上がり際を打つのと、ボールが地面について上がって落ちてきたボールを打つのでは、ちょっとね、タイミングの取り方が、違います。違うんですけども、あくまでも、この、どこかが早い、どこかが遅いっていうのはなければ自然となるんだけど、より意識することによって、明確にこう分けて練習することができるんで、ぜひちょっとやってみていただきたいことがあります。まずですね、ライジング。ライジングはものすごい簡単で、ラケット面とボールが一緒に上がって一緒に落ちます。ちょっとそう思いながら見ていただければ。ボールが上がったら、両手で上げて、テイクバックして、ラケットを下げて、ドッパッと。1、2、3、4。相手のボールが深い場合は、速い場合は、ボールが足元落ちる場合は、ボールと一緒に上がって落ちて打球すればいいので、簡単なんですよ。こっちの方が、まあ、説明をしやすい。なんですけど、ライジングはできるんだけど、普通のボールがなんか合わない。普通のボールが合わないっていうのは、普通のボールは時間がありすぎて、こうなる方が多い。ライジングの時は一緒に上がって一緒に落ちたから、そのまま打てたんだけど、タイミングが遅れると、タイミングが遅いことによって、二度引きをしてこう間を取ったり、なんか余計なことをする方結構多いんですよね。で、その余計なことをしないために、じゃあどうしたらいいのかっていうと、ちょっとこうやってほしいんですよ。ボールが上がる、落ちる、上がる、落ちるだとして、上がる、落ちるまでに、1番と2番を合わせます。で、その後、ボールが跳ね上がるときにラケットを落としてほしいんですよ。わかりますね。さっきまで一緒に上がって一緒に落ちた、だったんですけど、ボールの打つタイミングが遅いなら、ボールが上がって、落ちましたまでにラケット上げます。で、ボールが跳ね上がるときに下に落ちる。ラケットが。で、打球。ちょっとそう思いながら見ていただければ。これができない方多いと思います。わかりました。今ちょっと、細かく、この、ボールが上がった1。ボールが地面に落ちた2。ボールが上がった、ラケット下がる3。で、落ちてきて打球してます。これがどうしますね。何も考えずに普通にやると、大体の人がなるのがこれ。打ち方ちょっと置いといて、ボールが地面に落ちました。上がります。この上がるときに、引いたり上げたりする方多い。大体ボールのこのバウンドに合わせて引き上げる方多いので、あくまでも、ボールが、上がってるのに、ボールが上がったのに下げるっていうのが難しいです。これが難しいので、ぜひ練習していただきたい。さっき言ったように、ライジングの方が簡単です。ライジングの方が、一緒に上がって一緒に落ちればいいので、そう思えばまあ、距離感間違えないよね。タイミングを合わせやすいよね。間を間違えないねってなるんですけども、タイミングが遅くなるほど、これを間違える方はものすごく多いので、ぜひ練習していただければと思います。
じゃあ最後もう一回。ボールが跳ね上がるときに下げます。ラケットを。ちょっといろんな角度から見せようかな。これを間違えるとね、それ、さっき言った間違えのミスパターン、こういうミスする方結構いるよっていうのを、ちょっと横から見せます。遅いタイミングの場合、ボールが跳ね上がるときに落とす。ボールが跳ね上がるときに落とす。跳ね上がるときに落とす。ライジングの場合は、一緒に落として打つ。ライジングのは簡単そうです。で、よくあるのが、ライジングと同じで、ボールが落ちるまでに落としてしまって、でも、打つタイミングが遅いとこうなる。わかります?ボールと一緒に上がって、落ちた。その後、ボールが上がるときに二度引きして打った。これは間違い。もし、ボールが落ちるときに、一緒に落とすとしても、待っといてほしいです。待ってくれてるならまだいい。でも、待ってくれてるってことは、間は合ってないですよね。間合ってないっていうのは、ずっと動き続けてほしいって言ってるんです、最初。ずっと動き続けてほしいとは言ってるので、ここで止まってしまうと、今までやった両手とテイクバックどこ行ったのって、何のためにやったのってなっちゃうので、ここで止まって、打球するのは最初はいいんですけども、慣れてきたら、ボールが落ちた頃にテイクバック終わらして、ボールが跳ね上がるときにドッグパッドできるかな。っていうのを、練習できるだと思います。まあ、今回はね、ライジングと、普通の、普通のって落ちたボールを打つ、タイミングの違い。できる限り、どこも止まることなくゆっくり振ってほしいっていうのはあるんですけども、具体的に言うとこういう風になりますよ。ちょっと細かいんだけど、ちょっと分かりづらいなっていう方もいると思うんですけども、ものすごい大事なところなので、ぜひ今ね、この打ち方をマスターしようとしている方は、どっちも練習したい。まあ、ライジングは簡単なんで、ライジングよりも普通のタイミングをわざと遅くできるかな、遅いタイミングで打てるかなっていうのを、練習できるといいと思います。じゃあ、その感じで、まあ、次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。あなたのテニスが、より早く、効率よく、レベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金が、すごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたら、と思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法だとも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。